さん、こんにちは。いつも高評価やコメント、チャンネル登録ありがとうございます。本日のテーマですが、恋愛編ということで、二人の相性、起こりやすい障害と縁の深さを見ていきたいと思います。まず、あなたに起こりやすい障害。次に、相手に起こりやすい障害。そして、二人の間に起こりやすい障害。最後に、二人の相性、縁の深さを見ていきたいと思います。選択肢のカードはこちら、マジカルフェアリーオラクルカードからもらいたいと思います。まずは A の選択肢。Eの選択肢。こちら。そしてCの選択肢。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずはあなたに起こりやすい障害から見ていきたいと思います。起こりやすい障害っていうのは、過去の恋愛とか過去に好きだった人っていうことが結構、今の恋愛とかこれから先の恋愛に影響を与えることが大きくって、A を選んでくれた方は多分ね、そのお相手に対する気持ちというか、情熱というかね、なんかそういうものがすごく強くてパワーがあってね、だから。多分ね、付き合った人、どのお相手も、縁が深くって、前世から、関わりがあったとかね、ソウルメイトだったとか、何かしらの約束があって、お付き合いしていた可能性がすごく高くて、それで、なんかそういう、密度の濃い関係性っていうのを、やっぱり気づきやすいのね。で、そうすると、その恋愛が、何かしらの、タイミングとかいろんな状況あると思うんだけれども、終わってしまった、一旦ね。終わってしまったってなると、やっぱりその、費やした分だけ、すごく重いよね。かけた分だけ、すごくこう、思いが残りやすいっていうことがあるんだと思うの。だから、新しい恋愛ってなかなかしづらい。だろうし、その、一部の人はね、どうしても、前の人の良かったところがどうしても忘れられなくって、どうしても新しく付き合う人と比べてしまうっていうことが起こるのかなって、そういう、こう、
相手からしたら、なんかこう、比べられてもって思うかもしれないし、それをこう言わなくても、なんか相手が感じ取る。きっとなんかこう、比べられてるのかなとか、自分のことそんな好きじゃないのかなっていうふうに、最初は、なんかそういうふうに思いながら付き合ったりとか、思うことが多かったりするかもしれないんだよね。でもきっと、それでもお付き合いが続く人は、そういうことを乗り越えて、お付き合いが始まったりとか、A を選んでくれた方も、それはなるべく出さないようにする能力がね、高くなって、自分の胸の中だけに秘めてるっていう、なんか初恋の人だったりとか、一番好きだった人っていうのを秘めて、新しい恋愛にね、こう、挑むというか、いうことをしてらっしゃる方もいるのかなって。ただ、やっぱそのね、一人一人が、そのやっぱ、縁があってお付き合いしてたりとか、もちろんね、結婚して、まあ離婚されたりってこともあると思うし、でね、これも、ちょっと一部の人なんだけど、すごくね、後悔が残っちゃって引きずっちゃうっていう人もいる。なんかこう、もっとこうすればよかった、ああすればよかったっていう後悔が強すぎて、なかなかね、その、次の人に行けないっていうことも、あなたの中の障害として起こりやすいっていうふうに、まぁ、ちょっと出てるのかなって。でもなんか、ね、とにかく A を選んでくれた方は、恋愛に対するパワーが強いと思う。思い入れが強いというか、なんか恋愛に関してすごくこう、原動力になる分、一つの恋が終わったりとか、振られたりってすると、すごくエネルギーが減っちゃうような、こう、意気消沈しちゃうような感じ。なんかこう、なんか依存とかじゃなくって、ただただエネルギーが、恋愛に対するエネルギーが高いっていう感じがすごいするんだよね。続いては、相手に起こりやすい障害を見ていきたいと思います。入ってくるのがね、このお相手に起こりやすい障害っていうのは、そもそもこの人、すごくね、こう、愛情が伝わりづらい人だと思うんだよね。愛情表現はするのかもしれないんだけど、なんかね、真意が伝わりづらいっていうのが障害として起こりやすいって入ってきているのね。大事に思っているんだけど、なかなかその大事に思っていることを相手に、こう、伝わりきらなかったりとか、誤解されて伝わってしまうとかね。なんかそういうようなことが障害としてこの人は起こりやすいって出てるのね。で、なぜそういうことが起きるのかなっていうと、この人、心の中ではすごいいろんなことを思ってるし、先のこととかいろんなこと見据えていろん考えてるんだけどね。高い視点から見てるからだね。で、やっぱこう、力もあるし、なんだけど、なんかね、見守るとか、なんかね、突き放すっていう感覚も入ってくるのね。それって多分なんだけど、すごく好きだけど、甘やかすとか、なんかそういうイメージあんまなくて、こう、陰から応援するとか、本当に困った時には助けるとか、なんかあなたを尊重してるんだよね。正直に言うと、その、あなたの努力とか頑張りとか生き方とか、時間とかいろんなものをすごく優先してくれてるの。尊重してくれてるんだよね。だからその結果、本当はすごく思ってるんだけど、相手からすると、こう、放任されてるような、ほっとかれてるような、そんな愛されてないのかな、みたいな風な誤解をちょっと与えやすいのかなっていうところがね、入ってくる。だから、この人は多分振られることが多いのかなっていうところがすごい入ってくるんだけど、でも、結構やり直すパターンも多いのかなって、この人に関してはね。こう、相手が離れていったんだけど、その相手もよくよく考えると、なんか、本当の意味で優しかったなとか、私のこと思ってくれたなっていうふうに思って、結構そのやり直したいっていうふうに向こうから言ってきて、まあそれも受け入れるって感じがすごいするから、この人は恋愛に関してはすごく寛容なんだよね。来るもの拒まず、去るもの追わずっていう感じもするけれども、でも、愛が薄いとかないとかじゃなくって、本当に、大切に思ってる。大事にしてるし、尊重してるんだよね。で、やっぱりこう、人として
尊敬し合う関係を多分望んでいるからこそ、なんかこう、自分に依存させるのって相手に申し訳ないなっていう気持ちがあるんだと思う。だからその、やっぱりその、人それぞれね、やっぱ女の人だと、特にこう甘えたかったり、こう、ちょっと束縛された方が嬉しいなって思う人もいるだろうし、なんか男の人だと、こう、束縛することが愛情の表れって、やっぱ思う人も、まあそれなりにいると思うんだよね。だから、この人で言うと、障害でそこが出てるから、そういう愛情が伝わりにくいっていう障害として、こう、現れやすいのかなっていう感じでね、出てきていますね。うん。続いては、二人の間にね、起こりやすい障害を見ていきたいと思います。本命かもってすっごいいいカード出てる、うん。めちゃめちゃいいカード出てるんだけど、これが二人の障害に出てくるっていうことは、もう多分、本当に、結婚までね、考えたりとかする関係性になるんだと思うんだけど、そこまでに至るまでに起こりやすい障害っていうのが、やっぱりね、ここら辺からも出てるんだけど、すごくね、相手のことをね、大事にしてるの。で、大事にしすぎちゃって、自分の本当の気持ちが言えなかったりとか、我慢しちゃうっていうことがね、起きやすいんで、二人の間に。ここもそうなんだけど、なんかね、相手のことを思いすぎちゃって、自分のしてほしいこと、望んでることを言うのってわがままかなっていうふうに思って、なんかちょっと遠慮したりとか、いうふうに、こう、そうだな。相手の状況とか、を優先しちゃう。結果的に自分が我慢して苦しくなっちゃうっていう感じなんだよね。すごくこう、思いやりのあるね、尊い行動なんだけれども、でも、それが自分の本心かっていうと、やっぱりこう、二つあってね、相手を尊重したいっていう気持ちも正直な自分の気持ちだし、自分を尊重してほしいっていうのも正直な自分の気持ちなの。だけど、やっぱり相手を大切に思えば思うほど相手を尊重しなきゃっていうふうに、すごくこう自分の考えをこう、狭めちゃってるんだよね。もっと自由でいいし、もっといろんな考え方があってもいいんだけど、相手を大事に思えば思うほど、こうしなきゃ、ああしなきゃって、こう相手の望むようにしてあげなきゃっていうふうに、ちょっと選択肢がどんどん狭まっていっちゃって、結果的に、こう、沼にはまるというか、なんかこう、ぬかるみにはまるっていう感じね。なんかこう、好きな思いが強ければ強いほど、なんかちょっと変な風にドロドロしちゃうみたいなこともね、起きやすいのかなっていうところが障害としてね、起こりやすいっていう風に出てるんだよ。でも、大事にしてるし、それだけね、自分の気持ちとかね、時間とかをね、相手にこう、費やしたりとか、ね、捧げてもいいなっていうふうに思えるほどの相手に価値をね、持っているわけだし、自分の価値も相手にこう、ね、こう渡してるというか、こう預けてるというかね、そのぐらいのことをできるぐらい好きだって、愛してるってことだから、すごくね、簡単に言うと空回りしちゃうっていうことが障害として起こりやすいっていう。なんかこう、喧嘩して、なんかこう、本当に、心のね、そこからね、もう腹割って話そうってなった段階で、実はお互いこんなに思ってたんだって、思い合ってたんだって、我慢してたんだっていうことを、そこでこう、腹割って話して初めて分かって、なんかこう、楽になるっていうところもね、すごい入ってくるのよね。だから、その、二人がね、お付き合いを始めたりとか、ね、婚約したりとか結婚したりっていうまでの間にはそういうものすごい我慢だったりそのなんだろうね葛藤だったりねそういうことがあるんだけどでもそれを乗り越えた先にはやっぱり、この人しかいないっていうような感覚をこう覚えるとか、確信を得るとかねいうことが起きるのかなってそれは相手がこう本命であればあるほど起こりやすい障害なのかなっていうふうに出てきてますね。で、じゃあ二人の相性とね、縁の深さを見ていきたいと思います。ラブ、思いやり、柔軟性、胸のときめき、
これはね、フォースのキングだね。これ、二人の相性、本当にもうバッチシ、めちゃめちゃいいのはそのまま出てるんだけれども、縁の深さっていうところで言うとね、すごく二人の中では、やっぱりその愛がテーマっていうところはもちろんそうなんだけど、その愛をどう生かしていくのかって、そこに思いやりがね、くっついてきてるから、自分だけが満足すればいいっていうだけじゃないっていうのかな。自己満足の愛にならないように、やっぱすごくね、成長する恋愛なんだよね、お二人の恋愛っていうのは。だから、ここで言うね、条件の手放しってとこが入ってきて、例えば、結婚相手には、ね、これを求める、あれをしてほしいって、いろいろ人それぞれ条件があると思うんだけども、それが、こう、手放しできるというかね、例えば、こう、ね、年収はこんぐらいとか、身長こんぐらいとかね、家事はどういう分担でとか、なんかこう、実家との付き合いはっていろんな細かい条件みんなそれぞれあると思うんだけれども、なんかそういうのを抜きにして、その人と、どれだけね、こう一緒にいたいか、生活していくかっていう、そういう覚悟が決まったりとか、そういうもの全部こう、ね、ほぼほぼ、どうでもよくなるぐらいすごく好きだとかね。そういうふうにこう自分の、簡単に言うと、今まで譲れないと思っていた条件が譲れるようになるとか、そういうこともそうだし、もう考え方が柔軟になっていくっていうのもそうな、いうふうに出てきてるからね。絶対こう、もう求める条件こうなんだって決まってたことすらもうそうじゃなくてもいいかなって思ったりとかする可能性も高いんだよね。だから、本当に、この二人の間で、こう、胸がときめく、要は、この人だって思ったからには、相手のことを最大限受け入れようっていう風に考え方が変わるの。本当に、ね、やっぱり、段階を踏むって、次の段階に行くっていうことだから、過去は、ね、こういう人じゃなきゃダメだとかね、こういう恋愛がしたいっていう風に条件をつけて、それに見合う人と付き合ってきたし、その条件から外れると別れてきたっていう感覚で言うならば、この恋愛に関しては、そんなことはどうでもいいと。あなたと一緒にいれるんなら、それはもういい、条件はいいよっていう風にして、本当の愛、相手を思いやる愛っていう、考え方を変えていく、変わっていく、自然にね、価値観が、その、これ、ね、価値観が変わるっていうよりかは、価値観のその、幅が広がるっていうのかな。一個のことを、ここからここまでしか共有できなかったことが、もっと共有できるようになるっていう範囲で言うと、価値観が変わるっていうよりかは、広くなるっていう感覚ね、っていう感じがすごいするし、やっぱりそれだけ、お互いにすごくね、刺激し合う関係だと思うんだよね。なんか、いつまでも、こう、尊敬し合えたりとか、お互いを異性としてね、見続けることができるとか、こう、時折のその仕草とかね、表情とかをね、可愛いなとか素敵だなとかかっこいいなとかね、そういうふうに思えたりっていう、なんかそういう、なんかこう、胸が ときめくっていうのを、やっぱりこう、ずっと長いことね、飽きないというか、なんかそういう関係性いられるのかなっていう感じがね、すごいします。で、キーカードをね、言うと、これはね、辛抱してくださいとかね、もう少しの辛抱が必要ですよみたいなカードなんだけれども、これはね、本当にその通りだと思った。なんかこう、この A を選んでくれた方の恋愛っていうのは、やっぱりね、相手と縁が深ければ深いほど、やっぱりトラブルが起きたりとか、我慢することが多いのね。で、その我慢をした先に、それでもポジティブな気持ちを持ち続けること。この人と一緒に、ね、生きていくんだとか、絶対幸せになるんだっていう強い思いがあるからこそ、その乗り越えた先にはすっごい幸せがあるっていう風に来てるのね。だから、なんだろうな、こう、結構楽に付き合えて、こう、ね、お付き合いがすごい楽ちんだなって思う人とは結果的に縁がないような感じがするの。やっぱり、なんかこう、付き合うまでにすごく長く時間がかかったりとか、すごく大変な思いしたりとか、付き合ってから、すごくこう、ね、我慢することが多かったり、で、そういう我慢する時期が長かったり、
で、そこを乗り越えて、ま、結婚とか同棲とかね、うん、パートナーとして生きていくっていう風なものも、なんか、あるんじゃないかなっていうのもそうだし、なんか、やっぱりね、A を選んでくれた人の恋愛に関する、さっき言ったけど、エネルギーが高いって。やっぱりね、愛を、こう、表現していくこととか、なんだろうね、そのね、一番の学びなんだよね、恋愛がね。で、ここの、愛情の、こう、出し、表現の仕方とかね、こう、自分のしまい方っていうものの、コントロールだったりとか、あとその自分自身のこの器というかね、キャパシティをこう広げるためのものって、恋愛を重ねれば重ねるほどとてもね、こう広がっていく感じがするのね。それだけこう恋愛で学ぶことも多いし、あなたが恋愛を通して相手に対するこう愛情とか思いやりを伝えることによって、相手もやっぱ心が豊かになって、あなたとはお別れしたとしても、それをこう生かしていける人生にね、あなたがすごく愛してくれたことを相手もすごく感謝してるっていうこともね、本当に多く数多くあるだろうし、このリーディングっていうのは、例えば過去付き合った人もでもこう当てはまるだろうしね、今お付き合いしてる人もそうだし、もしかするとこれから出会う人のとのその関係性かもしれないし、いろんなパターンでね見れると思うんだけれども、でもそのね、絵を選んでくれた方のエネルギーの強さ、パワーの強さっていうものは、やっぱりこう自分自身の成長にもつながるし、相手の成長とか豊かさと、その土台っていうのかな、うん、考え方とか愛情のそのね、表現の仕方とかね、そういうもののいい勉強になったっていう感じがね、すごいするのね。うん。ということでね、絵をね、選んでくださった方の、まあ、2人の相性はもちろんすごくいい。で、すごく良ければいいほど、障害は起こりやすい。起こりやすいんだけれども、やっぱりそれを乗り越えた先には、ね、辛抱した分だけ、我慢強くね、こう耐えてきただけのものは必ず手に入るので、ちょっとその、自分の恋愛にはちょっと我慢とかね、辛抱がつきものなのかなって思いながらも、でもね、この、楽しむっていうカードも来てるからね、こう、明るく、楽しく、こう、恋愛を楽しむって、ポジティブな気持ち、そういう、恋愛に関してはとても前向きな考えでいればいるほど、それを引き寄せていくから、やっぱり大事なのは、こう、うまくいかないかもとか、ダメになるかもっていうような、この恐怖とか不安を、やっぱり、なるべく極力抑えて、うまくいくためには、長続きするにはとか、相手をこう、なんとかな、こう、大事にする気持ちが、どうやったら長く続くのか、っていう風なところを、まずそっちの気持ちを大きく強く持つことによって、それが相手にも伝わって、相手もあなたに対してそれを返してくれるっていう、いいね、キャッチボールというか、ものが起こると思うので、その強いパワーをぜひね、活かして、恋愛を楽しむっていう風にしてもらいたいと思います。ということでね、 A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディング終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずはあなたに起こりやすい障害から見ていきたいと思います。ね、起こりやすい障害としてなんだけど、B を選んでくれた人は結構その自分の本音とか本心とかを人に伝えるのが苦手だったりとか、その表面上はうまく合わせられるんだけど、本当の心の許せる友達とかそのパートナーとかっていうのの、その、あなた自身が心を開くまでにすごく時間がかかるっていうような感じなのね。で、どうしてかというと、やっぱりね、
傷つけられてきたことがあるとか、傷つきたくないっていう思いが、すごく強くあるのもそうなんだけど、なんかこう、トラウマだったり、触れてほしくないことだったり、あとはね、そのやっぱ自分の修行、その人生の課題、生まれ持った、課題とか修行で起きた出来事、つまりやっぱりそれってすごくこう、苦しかったりとか、苦難、困難だと思うのね。で、そのことについて、すごくあなた自身が、傷ついたものを、すごく守っていてね、それを、分かってくれる人とか気づいてくれる人っていうのが本当にあなたが望む相手というかね、あなたがお付き合いをできる相手だと思うの。で、そうなると、その、それを、こう話すまでにすごく時間がかかるっていうところも入ってくるね。もうゆっくりだからね。で、あなた自身はそんなにね、やっぱり、いっぱいそれを語ったりとか、早い段階で語ることをしたくないんだよね。極力、一番最小限で、できるだけ話したくなくって、でも、それを話せる相手とは、本当に、長くしっかり付き合っていきたいとか、心を許せるパートナーになっていくと思うのね。だから、その、あなた自身が、こう自分に対しても恋愛に関してすごくブレーキをかけやすいっていうところは障害として入ってくるので、心を許せるまでに時間がかかる。そして、抱えているトラウマとか傷を、やっぱり相手が分かってくれないとうまくいかないっていうのも障害として入ってくるのね。だけど、そう簡単に話せることじゃないし、ね、やっぱ、話すときもね、もう一回自分のね、こう、しまっておいたね、蓋を開けて話さなきゃいけないから、やっぱり傷が痛んじゃったりとか、その時のね、思いをこう、呼び起こされたりとかして、しんどいから、やっぱりなるべくは話したくないんだけど、でもそこを分かってくんないと、やっぱり心からね、信頼して付き合えないよねっていう。だから簡単に、その、なんていうのかな、フランクな付き合いとかね、そんなにこう、意識しなければ楽しく付き合えるんだと思うし、そのことは話さないって決めてしまえば、まあ、それなりのお付き合いできると思うんだけど、でも本当に、きちんと付き合おう、向き合おうって考えた時には、まあ、そこがちょっとやっぱ障害としてね、起こりやすいのかなっていうふうに思いますね。あとね、これね、B を選んでくれた人も、っていうかその、なんだろうな、あまり自分に自信がなかったりとか、自分の頑張りを褒めなかったりとか、こう、自分に対してもっともっとっていう風に、こう、しちゃうのかな？なんかこう、そう、自分が、できていることとか、やれてることを、アピールするのが苦手だよね。私、こういうところが良くって、こういう、まあ、なかなかそんな人もいないと思うんだけど、なんかこう、自分のいいところ、本当に素晴らしい部分いっぱいあるんだけど、それをこう、うまくアピールできないというかね、ついついこう、謙虚にね、こう、ダメな部分をね、こう、いっぱい言ってしまうとかいうのもあるのかもしれないね。だけど、全然周りはそんなこと思ってなくって、すごいね、あなただけが、言ってしまえばね、言ってしまえばあなただけが、自分の価値を低くこう見積もってるのかなっていうところもちょっと入ってくるんだよね。次にお相手に起こりやすい障害を見ていきましょう。愛しても大丈夫ってきているんだけど、これね、このお相手さん起こりやすい障害っていうのはね、この人ね、すごくね、他人に、他人というか、その自分以外のことに時間をすごい取られちゃう人なのね。だから、この人自分がどうしたいか、なんていうかな、こう、何したいか、こうする、ああするっていうよりも、他の人だったり、会社だったり、まあ、友達だったり、いろいろあると思うんだけど、
なんかそういうところにすごく時間を取られちゃって、なぜそういうふうに起きるのかっていうと、この人自身がこうね、自分じゃなくって他の人を輝かせる、要するに成長させるとか面倒見るとか、それは後輩だけじゃなくって、なんか同じね、同僚でもそうだし、上司までもそうだと思う。なんか上司ですら、なんかこの人の力添えがあるからいられるみたいな感じもするぐらい、すごい人のために生きてるんだよね。なんか自分以外の人のためにすごく生きてるの、頑張ってるの。うん、すごくこうやりがいのある仕事だったりとか、うん、とてもすごくこの人を求めてる、まあ環境っていうものがあるんだと思うの。もしかしたら、例えば実家のね、用事とか仕事とか、そういうことでも結構こう引っ張られちゃう人もいるかもしれないしね。あると思うんだけど、とにかくそのこの人が仕事上ですごい有能なこともあるし、あとその立場的にね、いろんな雑用を引き受けなきゃいけないみたいなこともあるかもしれない。だから、まあそれ言っとくかもしれないよね。たまたまそういうまあ部署とかそういう立場にいて、雑務をすごく受け負わなきゃいけなくて時間が取れないってなってたりとか、ただただ本当に優秀でずっとそういうふうにこう自分以外のことに時間を割いてなきゃいけないとかっていうのあると思うし、とにかくこうストレスも多い環境にいるのかなって。だからこの人は起こりやすい障害としてはね、その付き合ってる相手に時間を割くことがあまりできないんだよね。そうだから、その相手に対してこう自分でいいのかなっていう思いすごいある。なんかこう寂しい思いさせちゃうんじゃないかなとか、付き合っても振られちゃったりするんじゃないかなみたいなことがあるから、まあ、障害として起こりやすいのは、その恋愛に集中する時間があまりない。恋愛を優先にする、できる環境にないっていう部分で、うん、そこで、こう、パートナーとのトラブルとか、いさかいっていうのが起こりやすいのかもしれないよね。うん。あとなんかそのやっぱ縛りっていうのかな、なんか状況的にこの人がこうすぐあんたに入っていけるような状況じゃないことが多いのかもしれないし、それがこう起きやすいっていうかね、障害としてね、いうで、それを本当ね、この人もそれを良しとしてるんじゃなくって、そのことに対してすごくストレスも感じてるの。ここから入ってくるんだけど、うん、そういう環境に対してこの人もすごくストレスを感じているからこそ申し訳ないなみたいなね。本当はもっと時間を取ったりとか、あなたを優先したりとかしたいんだけどって、ただそれができなくって苦しいし、ストレス感じてるし、申し訳ないしって。だから、まあ、自信がない。自分とこのまま付き合ってって、相手を幸せにできるのかなみたいなところが、やっぱ、障害として起きやすいのかなって。続いては、二人の間にね、起きやすい障害をね、起こりやすい障害をね、ちょっと見ていきたいと思います。チルドレン、まずね、入ってくるのが、どっちかかもしれないし、お互いそうかもしれないんだけども、なんかね、自分の、こう、生き方、考え方っていうのを、結構相手にも、自分に合わせてほしいって思いがちな部分があるのかなっていうところが入ってきて、結構こう、付き合った、相手に染まるっていうパターンと、自分に染まってほしいっていうパターンがあると思うんだけど、なんかね、こう、一緒っていう、うん、あまり相手と自分が別ってわけじゃなくって、こう、常に一緒にいるっていう感覚じゃなくって、こう、同じ価値観、とか、こう、共有できるものっていうのを求めがちなのかなっていうのがまず入ってくるのね。だから、まあ、料理で言うと、自分のうちの味に相手が慣れてほしいっていうのもそうだし、自分のうちのそのルール、例えばこう、何でも、あるよね、こう掃除の仕方とか、洗濯物の畳み方とか、なんかそういう洗い物をね、こういつするのかとか、なんかそういういろいろあると思うんだけど、なんかそういうルール、家庭のルールがあったとしたら、やっぱそれをこう相手に合わせてほしいっていうのをちょっと、思いがちなのかなって。それがやっぱ障害として起こりやすいっていうのが一個と、あと、なんかね、自分に欠けてるものを補ってほしいって思うのが障害として起こりやすいんだって。だから、自分にないものを
相手に補ってもらいたい。例えば自分が年収低かったら、その分を相手に補ってほしい。自分が、例えば掃除が苦手なら相手に掃除を手伝ってほしいとかやってほしい。うん。料理がとかね。そういうのかもしれないし、あと、あとね。そういうその、自分に欠けてるもの、足りないもの、ないものを相手に求めやすいっていうのがやっぱ障害として起こる。で、やっぱ子供出てきてるから、やっぱり、教育方針でも、こう、障害がちょっと起こりやすいっていうかな。うん、価値観がそこで大きくずれちゃうかもしれないね。なんかこう、子育ての。どっちもこういうふうに子育てしたいと思っていて、で、まあ、譲れないというかね。そこでいつもちょっとバトルをしてしまうとかいうのもあるのかもしれないし、あと、その、お付き合いする段階で相手がバツイチとかね、うん、シングルマザー、シングルファーザーとかね、そういうので、子供の問題がちょっとまあ、出てくるのかなっていうところ。うん。あとはね、相手のね、インナーチャイルドね、その、ここでも言ったけど、あなたの方がね、多分ね、あなたの方のそのインナーチャイルドが傷ついていて、やっぱそこを、まあ、無神経にというかね、うん。言ったじゃんみたいな、そういうことが起きると、トラブルになりやすいのかな、障害になりやすいのかなっていうところね。あなたの傷ついたインナーチャイルドを刺激されたら、そこはちょっと結構、どんなに好きでも、その心が閉じちゃうというかね。うん、シャットダウンしちゃうようなね、シャットアウトするような感じになっちゃうのかな、みたいな感じかな。うん。で、お二人のね、相性、縁の深さをね、見ていきたいと思います。うんうんうん。信頼、需要、待つ価値あり。うん、待つ価値ありってきてるから、そうだね、やっぱりその、今回 A、B、C、いつもね、3択なんだけど、今回からね、B を選んでくれた人って、再婚とかやっぱ、再婚とかその、うん、まあそういう、バツイチの方とお付き合いしてるとか、自分がバツイチっていう方は結構 B に集中してるのかなって思うんだけれども、前回その、きちんとした自分のこの土台を作れなかったりとか、あと、対立してたとかね、うん、うまくいかなかった。前の恋愛でうまくいかなかった。普通の、バツイチとか抜きにして、前の恋愛とかでもすごくこう、バチバチにね、やって、もう喧嘩別れしたとか、すごく傷つけられて別れたっていう場合に、やっぱりその、相手が自分を受け入れてくれるっていうことの、安心っていうところがすごく大きくって、自信がない自分とか傷ついてる自分が、そこを、何て言うかな、そこに触れる機会が減る。なんかこう、生まれ変わるとまではないのよ。なんかね、でもね、その、辛かった過去を手放せるような、そういう新しい価値観だったりとか、相手のその、受け入れてくれる度量のね、広さ、大きさとか、全く違う価値観で、なんか補ってくれるから、そこがすごく頼もしく感じたりとかね。例えばあなたがネガティブな考え方をしがちな場面、いろいろあると思うよね。こういう時にはすごくネガティブに考えちゃうんだ、みたいな時ね。そういう時に、相手はまるっきり反対で、なんか逆に、こういう良さがあるよとか、こう考えれるよっていう風に、全く違う発想をしてくれて、それがあなたの心が軽くなるとか、あなたを否定するとかじゃないの、需要だからね。受け入れてくれながら、違う価値観とか違うものを提供してくれる、提案してくれるっていうところが入ってくるから、そこですごくこう、変われるんだよね。あなた自身がね。そこを、いい意味で、本当に乗り越えられる、乗り越えられたみたいな感じの縁の深さがあるのね。で、まず価値ありだから、なんで再婚とか言ったかっていうと、ここにやっぱ子供絡んできてるから、やっぱり子供の問題とか結構絡んできて、すぐね、再婚できなかったりとか、やっぱその再婚に至らない、ずっとそのパートナー、付き合ってるっていう、その、
席云々じゃなくって、ずっと人生のパートナーとしてお付き合いしていくっていう可能性もあるしね。そういう意味で、長い時間かかったとしても、その、ゆっくり、いろんなその、辛かった心の傷とか痛みっていうのを手放していける、こう、お付き合いができるっていうのかな。うん。一個一個、そこを自分自身で乗り越えていけるようなお付き合いができる感じがするから、うん、すごくね、こう、縁が深いんだと思う。うん。お互いに、すごくね、恋愛には、ま、あんまり、その、自分からガンガン行くタイプではないと思うんだよね。やっぱり、本当に、人としてね、お付き合いするのは全然構わないけど、やっぱ自分の深層部分、深い部分っていうものの、こう、共鳴というかね、そこに行くまでは大変だし、お相手はお相手で、やっぱり条件的なもので、うん。相手を不安にさせたりとか、こう、相手にヒステリックにね、こう、言われたりしたり、過去があったりとかして、自分でいいのかなみたいな不安があるの。だからもしこの人が、ガンガン行くとしたら、よっぽど運命感じて、交際を迫ってるはずだから、普段はこの人そんなに、ガンガン行かないと思う。なんか、相手を幸せにできる自信がそんなにないというか、嫌われたり怒られたり、捨てられたりするの怖いから、なかなか自分から行かない。で、もし自分からガンガンね、アプローチしてくるようであれば、相当好きっていうことかな。で、お互い、それぞれこう、マイルールとかね、生きてきた、その、環境っていうかその考え方っていうものがお互いにあるから、やっぱ、お互い自分にこう合わせてほしいと思ってる部分が、まあちょっと起こりやすいのと、いい意味でも悪い意味でもないものを補ってほしいっていうふうに思いやすい。だからそれがここで言うマッチすると、お互いね、ないものを補って素晴らしいパートナーになるし、そこが少しずれると喧嘩になるっていう感じで。で、キーカードが、これまあ、春なんだけれども、まあ、二人の縁はね、まあ、春にいろんな変化が起こりやすいと思うの。なんかお付き合いっていう感じよりかは、何かのこう、変わるタイミング、きっかけ、うん、すごく大喧嘩したのも春だし、みたいな。でも、すごくこう何かお互いね、分かり合うきっかけも春だし、みたいな感じだったりとか、あと、二人で何か、やっぱ新しいことを始めたりすることも、すごくこう、二人にとってはすごくね、新鮮な、なんだろうね、新鮮さを維持するのに、やっぱ二人が新しいことをする。なんかどっちかがやってたことっていうよりかは、なんかお互いが何もまだ知らなかったとか、やったことないっていうことを、新たなこう趣味とかね、スポーツとか、習い事でもいいと思うんだけど、それは結構いい刺激になって、倦怠期に入ったらそれを、倦怠期に入りそうだなと思う時だね。入ってからだとなかなか相手のね、どこ行こうよ何しようよって嫌になっちゃうから、ちょっとマンネリしたかなっていう時に、なんか新しい習い事をしてみるとか、新しい二人が行ったことないとこに行くとかね、二人が食べたものない食べたことないものを食べるとかっていうことはすごくいい刺激になるのかなって、あとやっぱりね、なんかこう子供関係はやっぱその大きいかなっていうところだね。なんか二人のその関係が変わるときにやっぱ子供っていう存在とか、さっきも言ったけどやっぱインナーチャイルドの癒しっていうものが克服できてからとかね、そういう兼ね合いもすごく絡んできてるのかなっていう感じがします。ということで、B を選んでくださった皆様の2人の相性は、そう、やっぱりお互いそのちょっと消極的とか自分からガンガン行くタイプではないんだけれども、でもやっぱり引き合うものがあってお付き合いをするだろうし、よくも悪くもこう、補い合う関係性っていうことで、人を、やっぱり、片方がすごく人に不信感を持ってるとしたら、やっぱり信頼する喜び、信頼してもらえる喜びっていうものを学ぶ関係性だし、本当に相手のネガティブな部分、傷ついている部分を消化できるっていう部分で言うと、相性っていうよりかはね、縁がすごく深い。
とても強い深い縁で結ばれてるから、もしかするとその男女の関係性っていうよりかは本当にこう家族だったりとかパートナーっていうイメージで長く続いていくのかなっていうか、だからこそこう二人でやったことのない趣味っていうのはその刺激になるっていうのもあるのかもしれないんだよね。うん、なんかこうマンネリを防ぐというかね、こうなんかこう付き合ってまだ 2,3 年なのに、なんか30年ぐらい経ったようなあの夫婦のようなこう安定感安心感っていうところ、もちろん安心安定があって落ち着くんだけど、ちょっとときめき足んないなみたいな時にはなんかそういうのも方法としてあるのかなっていう感じね。ってことでね、 B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずあなたに起こりやすい障害から見ていきたいと思います。まず入ってくるのが、これ多分ね、ちょっとね、すごい分かれてしまうんだけれども、メッセージ性として。まず、一つのメッセージとしては、死を選んでくれた方っていうのは、恋愛に対してなかなか腰が重いというか、簡単に好きになったりしないとかね。あと、恋愛にかけるその時間とか、いろんなもの、お化粧したりとか、こう、服を選んだりとかって、いろいろそういうね、こう、お付き合いするってなると、自分だけじゃない時間が発生するっていうのが、相手のためにね、使う時間だったりとか、気持ちだったりとかあると思うんだけど、なんかそういうことをすごく、本来すごく一生懸命にしてしまう人だからこそ、なんか恋愛が始まると、なんかすごくこうパワーを使ってしまうから、なかなかそう、好きなんだけど、好きとは思うんだけど、お付き合いが始まった後のエネルギーのことを思うと、なかなかちょっと一歩踏み出す勇気が出ないっていう人がいるんじゃないかなっていうことがまず一個。で、もう一つは、多分ね、これ全然別々の人だと思うんだけど、見てくれてる人の中でね、家族の問題があってね、例えば、家族の縛りがあるとか、自分が長男、長女とか一人っ子とかで、何かしらこうね、家とか家柄に対する縛りがあるとか、あとはちょっと介護をしたりとかね、あとちょっと兄弟関係でも、問題というかね、いろいろあって、事情があって、結構家とのつながりが切っても切れないとか、なかなか近しいとかになってしまっていて、で、それがね、あなたが望んでいるかって言うと違うんだよね。なんとなくだけど、あなたの優しさとか義務感によって成り立ってる関係っていう気がするの。だからその状態が、やっぱり、障害として起こりやすいんだよね。で、さっきのメッセージと絡めるとするならば、やっぱ自分のそういう家庭環境があるからなかなか恋愛に、こう、楽しめないとか乗り気じゃないっていうのもあるかもしれないし、別問題として、そういう障害として起こりやすいということに関して言えば、自分の、家関係、家族関係で、本当に一部の人は、ちょっと、本当に好きになった人、もう一生に一度の恋だっていうぐらい、自分の胸がときめいちゃった相手が、家族がいたり、パートナーがいたり、もしくは自分が先にパートナーがいるんだけど、ものすごく胸がときめく相手と出会ってしまったみたいな。でも、動けないっていう、そういう障害がね、起こりやすいのに出てきているのね。一部ね。で、あと、もう一個は、なんていうかな、死を選んでくれた人は、母性本能、が強いのか、やっぱなんていうかな、守ってあげたいっていう思いが強いのかもしれないんだけれども、なんとなくね、やっぱり相手のことを知りたいって思う気持ちが他の人より強いと思うの。これ、行き過ぎちゃうと、もう、何時からどこに行くのみたいな、何時に帰ってくるのはまだいいんだけどね。
何時頃帰ってくんの？それはなんかご飯の支度とか、例えばそういう準備とかがあって、聞くのは全然みんなよくあることだと思うんだけど、何時にどこに行って、何時に次何やってみたいなことを教えてとかね、こうスケジュールを把握したくなったりとか、あと、交友関係も知りたいとかね。過去のこととか、ちょっと本当にすごくいろいろ知りたくなっちゃう。で、これはね、好きになったら当たり前の感情なんだけども、強いられてくれた人は特に好きになった相手の人のことはすっごくいっぱい知りたくなっちゃって、なんかね、知りたいっていう欲求だけじゃないの。なんか十分に教えてほしい。私のことを好きならば、愛しているならば、あなたのことを、あなたの口から私が聞く前に全部報告してほしい、言ってほしいっていう気持ちが好きになる、なればなるほど、好きになった人ほど湧きやすいんだよね。だそれがちょっと、障害として起こりやすいから、相手が窮屈に思ったりとか、そこで知りすぎちゃってトラブルになったりとかね。なんかこう、言ってほしいって言って、相手がじゃあ過去の恋愛言っちゃって、それにすごくこう、胸が痛くなっちゃって、みたいな感じでトラブルが起きたりとかしやすくなっちゃうから、それがトラブルとして起きやすいっていうのに出てきているのね。トラブルとか障害になりやすいっていうのが出てきているから、死を選んでくれた人は、すごい結構その、いろんなこう、多種多様な感じの、メッセージがいっぱい入ってきたんだけど、次に相手にね、起こりやすい障害っていうのを見ていきたいと思います。ちょっとね、なんか、これとこれとか、C の選んでくれた人の相手に起こりやすいことっていうと、まずね、一番強いメッセージ性としては、嫉妬深いっていうのはまず入ってくるの、すごく。なんだろうな。すごいね。なんて言ったらいいのかな。その、あなたのことがすごく好きでっていう感じがメインで来るっていうよりかは、その、自分が把握していたい、管理していたい。もうここ似てるんだけど、でも全然違うの。あなたの好きだから全部こう言ってほしいっていうものとはちょっと違って、こう、なんかね、イメージ的に仕事みたいなイメージなんだよ。なんかね、その、管理したいじゃないけど、なんかそういうのが障害として入ってきてるの。なんか好きだからっていう気持ちもあるんだろうけど、どっちかっていうとこう、管理したがるっていうかな、なんかそういう感じで入ってくるんだよね。仕事の一環じゃないけど、なんかそういう、こう、把握していたいっていうのが、性格上のものみたいな感じ。そういう感じが、障害として入ってきやすいから、なんか例えばなんだけど、お金のこととかね。ちょっと、モラハラじゃないけれども、お金の管理がちょっと厳しかったりとか、こういう関係に口出ししてきたりとか、なんかそういうことが障害として起こりやすいっていうのがまず一個入ってくるのね。で、全然同じ人って思わないでほ、もう、思わないでほしいっていうか、いろんな人が見てるからいろんなパターンで話をしていくんだけれども、あともう一個入ってくるのが、すごくね、このお方ってこの人はね、恋愛経験に乏しい人も多いのかなっていう気がしてきてるんだけど、一個の恋愛にすごくしがみつきやすい感じがするの。しがみつきやすいけど言い方悪いね。すごく一個の恋愛に集中しやすいんだよね。で、それが行き過ぎちゃうと執着になっちゃうと思うの。で、それが障害として来てるなっていう感じ。だから、なんだろうな、こう、なんかね、あなたのことがすごく好きでっていう愛情ももちろんあるんだけれども、どっちかっていうと自己満足の方が、の強さがこの人は障害として出やすい気がする。で、だから、その、なんだろうな、もっとこう、楽観的にっていうか、ね、楽しめないっていうか、その、ポジティブに考えられないっていうか、もっと恋愛って、こう、楽しいもの、喜ぶものなのに、なぜかこう、義務的な、感じがするんだよね。本当、私、あんまりその、ね、下ネタというかね、あっちの系の話はしないんだけど、そういう
生活、夜の生活の方もすごく義務的だったりとか、なんかこう、なんかやり方がずっと決まってて単調とかね、なんかそういう感じもすごいするの、なんか、ね、うん、楽しめないというか、うん、そういうのをちょっと、その、まあ、障害として起こりやすいのかなっていうところが入ってくるのと、あとね、そう、やっぱちょっとね、完璧主義っていうのも入ってくるのよね、なんとなくね、こう、だから、こう、完璧にしようとして、相手が苦しくなっちゃうっていうこともあると思う。それは、一般的にというより、この人のマイルール、この人の価値観とか、この人の、その、生活リズムとか、やっぱそれを崩したくないっていう思いが強いから、ちょっとそれこがずれてくるのかなって。でもこれ、畏敬の念って言って、やっぱ、うん。相手をすごく尊重したりとか、相手を尊敬したりとかね。うん、その、こう、相手をちゃんとこう、立てるとか、そういうようなカードでもあるから、すごく、この人は、コントロールをしているんだけれども、相手は相手、自分は自分っていうふうに、尊重したいと思ってるんだけれども、実際の行動はどっちかっていうと、まあ、その、自分勝手よりっていうかね、全然それが愛情がないとか、あんたのこと思ってないとかじゃなくって、なんかね、無意識な人も多いと思う、これやってること自体。なんか、その、ね、さっきも言ったけど、お金の管理というか、そのデート代の使い方とかね、別にあなたのことを好きじゃないとか、大事にしてないとかじゃないんだけど、その無意識に自分の使い方、自分の価値観っていうかな、自分はここに使うのは全然平気なんだけど、ここにはケチりたいっていう時に、やっぱそこが真っ先に出ちゃうっていうところね。うん、でもあなたがそれを嫌だと思えば全然直してくれるの。直してくれるって出てきてるから、全然、言えば直る人なの。だけど、その恋愛経験が乏しかったりとか、その、ごめんね、視野が狭かったりする可能性高いの、恋愛に関してね。恋愛に関してはちょっとその思い込みというか、なんか激しいところがちょっとあるから、そこが障害として、ごめんね、して出やすいから、うん。そこで、ちょっとその自分で気づかなくって、相手に押し付けちゃって、相手から、その、注意を促されたりとか、その、話し合いをね、して、気づいて直していくっていうところは全然、まだ全然余地があるから、そう、無意識に最初は自分のことを押し付けちゃうっていう感じがね、障害として起こりやすいのかなっていうのはある。でも、人間として、ごめんね、いろんな人が見てるから、その、この人はそうだっては言えないんだけど、もちろんそういう、なんだろうな、こう、管理して、そのパワーでね、管理して、言うこと聞かせるっていう人もいると思う。でも、そうじゃなくって、言えば治る人もいるってことね。うん、いろんな人がいるから。でも、基本的には、真っ先に自分の感覚で動いちゃいがちだから、そこは、やっぱ、相手、あなたが、私はこう思うよって、私はこうしたいと思ってたよとか、そこは先に話し合ってからしたかったよっていうのを言っていけば、この人は受け入れる余地は全然あるっていうことね。で、次に、二人に起こりやすい障害を見ていきたいと思います。ライオンの目覚め。はい。お前に。若い。なんだっけこれ、なんかね、宇宙の何度かなってね、ちょっとキーワードが出てこない。ほんとね、これで、あれ、B の選択肢だったかな、なんかちょっと似てるんだけど、全然、違う部分があって、条件、二人の間で起きやすい障害は、やっぱ条件のすり合わせっていうのは、すごく強く出てくるんだけど、その中でも、ベースになるもの。それすごく出てくるのね。例えば、本当に、お金の問題。共働きするのか、専業主婦になるのかとかね。そういう働き方とかもそうだし、例えば貯金の仕方とかね、お金の管理の、どっちが管理するかとか、お財布を共同にするのか、別財布で共有のお財布にね、同じ額だけ入れるのかとか、その割合がね、6対4なのか7対3なのかみたいな、そういうことの、やっぱ話し合いで、やっぱ話し合いが起こりやすいっていうかね、
ていうのもそうだし、あとさっきも言ったけど、家の問題、どっちの家の近くに住むかとか、どっちの家の面倒を見るのかとか、なんかそういうこと、どっちが継ぐのかとかね、例えば家業やってるならそれを継ぐ継がないとか、将来的にね、田舎に戻るとか戻んないとかって、そういうことも障害として起こりやすいし、あとその、やっぱりもっとこう掘り下げると、本当価値観のレベルまで、話し合うことになると思う。本当に自分の生き方、考え方、本当に例えば一個の問題をね、気にしないと思うのか、すごく気になると思うのか、それを許せると思うのか、許せないと思うのかっていう価値観のところの、そこまでもやっぱちょっとその、こう、話し合いとかね、こう、衝突がね、起きるのかなっていうところがあるんだけれども、でもね、その、やっぱり、こことここは言ってること同じで、でも、やっぱね、縁があるから出会っていて、その衝突、話し合いっていうものは、必要なもの、組み込まれたものだっていう風にやっぱ入ってきてるのね。で、やっぱそこで、障害として起こるっていうのは、やっぱりね、愛に目覚めるっていうところがすごく大きくて、多分なんだけどね、ごめんね。なんかね、この死を選んでくれた人は、ご自身、自分も、自分を愛することとか、自分のパートナーを愛することっていうものの大事な、その、重要度っていうのかな。自分が今までいた家族とか、そういうコミュニティから巣立って、自分だけの家族を作るっていうことを、やっぱり目覚めるために衝突をするんだよね。確かにあなたは誰かの子供、ご両親のね、お子さんとして子供の立場があると思うの。だけど、やっぱり、いずれは、一番で立ってね、やっぱ死ぬまで子供だよ、そのご両親からすると。いくつになっても子供なんだけれども、でももう一個、自分が今度、自立した大人として、もしくは、その自分が子供を産んでね、親としての立場っていうものが出てくると思うの。で、そういうことを、なんだろうな、子供としての責任ばっかりじゃなくって、そこを減らして、自分の幸せのために、自分の愛、自分の育てる愛を、こう、目覚める。私はそっちを大事にしなきゃいけないんだっていうことに目覚めるための衝突だと思うんだよね。で、これ、お相手の方もそうだと思う。なんかやっぱり自分の、その、方法とかやり方とか生き方っていうものがあるんだけど、あなたと出会って、話し合いをすることによってね、衝突することによって、やっぱり、パートナーのために譲ることが、どれだけ大変で、でもすごく大切なことなのかっていうことを目覚める。なんか、今まで譲れなかった人間が、譲ることの、なんだろうな、こう、殻を破るっていうの？できないと思ってたことができた時の、解放感とか爽快感とか、こうやってみてよかったってすごい相手が思うの。なんか、譲ってみて、あなたの喜ぶ顔とか喜んでる姿、あなたの生きやすさを目の当たりにして、自分が譲ってよかったなっていうふうにすごく感動するぐらい、なんか目覚めっていう、そういう本当に、こう目から鱗、殻が破れるみたいな、いうことを相手も学ぶんだよね。だから和解ってのが来ると思うの。一回衝突する、喧嘩する、話し合う。本当にとことん別れたりすると思う。だけど、やっぱり、それが和解し合う。何度もその話し合っては仲直りしてっていうことで、お互いの大切さを、こう、学ぶための基礎の部分の話し合い。お互いを尊重することの大事さを、やっぱそう学ぶための、起こりやすい障害としてすごくあるんだなっていうことが、ここからはすごく入ってくるのね。で、次に、二人の相性、縁の深さっていうのを見ていきたいと思います。すごいやっぱ同じことを言ってきてくれてるんだけど、見張り台って言ってこう、見張り台っていう、なんてこう、いわゆる、最初は攻撃的な感じよね。行ったり来たりするし、手を伸ばす。自由だし、なんていうのかな。これは、寛容性許すとかね。で、これも婚約めちゃめちゃいいカードだから、そう、結局はなのよ。ここで何度も言ってるんだけど、やっぱお相手は、最初に、やっぱりね、こう、固い字張っちゃうというか、やっぱりこう、仕事の絡みかもしれないし、家庭環境かもしれないけど、やっぱりね、
こう、虚勢を張ったりとか、強く見せたりとか、見栄を張ったりとかね、する部分が最初出てくるんだと思う。もちろんあなた自身もそうかもしれない。なんか、最初は弱さを見せれないとか、なんかこう、弱音を吐けないっていう部分があるのかもしれないんだけども、そういう自分の感情の、ね、弱い部分、強い部分、うん、その、情けない部分とか、すごい、いろんなものの感情を行ったり来たりしながら、でも、この人だって、自分が助けを求めるけど手を伸ばすだから。で、それによって寛容さ、相手はそれを受け入れてくれるんだっていうことを知るのよね。お互いに。自分はここが弱い、情けないんだって。でも助けてくれるって言った時に、一緒に頑張ろうって言ってくれる相手。そこで初めてね、二人はね、本当にいろんな縛られてるもの、感覚、感情、考え方、価値観から自由になるのよ。お互いに。うん。なんかそういう自分を縛っていたものを、お互いが解放してくれる存在になっていくと思うんだよね。だから、そこになって初めて婚約っていうところに行き着くと思うの。結婚するならこの人っていうふうに思うっていう感覚に、ね、なっていくんだと思うんだよね。だから、二人の相性は、やっぱりね、こう、仲良しの部分もいっぱいあるんだけど、もう、根本的な、うん、根幹的なものの話になると、やっぱ衝突すると思う。うん。だけど、やっぱりね、こう、お互い大事だから、話をしていく、受け入れていく、っていうところ、それはやっぱり一旦自分が弱みを見せる。本当に、ね、こう、涙が出ちゃうぐらいなことを、必死に話をすることによって、やっぱり、お互いにね、ここは譲ってあげようとか、前譲ってもらったからここの部分は、譲るねとかね。うん。なんかそういう風にして折り合いをつけながら、お互いにね、こう縛りが解けていって、こう二人で作り上げていくものっていう風に考えていける。うん。本当にこう二人で、本当にね、なんかいろんな価値観とか考えとか縛り状況を解放されたら、二人ってこんなに自由なんだねって、二人でいることってこんな楽しいんだねってことにね、気づくんだよね。うん。で、この、ね、キーカード。休暇っていうカード。遊びっていうかね、そお休みというか、そういうカードなんだけど、やっぱりね、その、二人はもっと自由になるべきなのよ。うん。起こりやすい障害として、やっぱりすごくね、いろんな縛りがあるの。しなきゃいけないこと、やんなきゃいけないこと、守んなきゃいけないこと。こうしなきゃいけないっていう、こう、固定概念とかね、うん、しきたりとかルールとかいっぱいあって、でも、こう、二人なら、なんかすごい自由に過ごすことができるって、二人でいる時間、本当にこう、いろんなものに、何かこう、責任を果たさなきゃいけない環境で、二人でいると、お休みのような、休日のような時間を過ごせるっていう感じがすごいするの。だから本当に、二人にとっては、起こりやすい障害はいっぱい起こるんだけれども、でもだからこそお互いの大切さを知る。お互いの居心地良さを知る。お互いが心のね、その、休息所とかね、こう、安寧の場所っていうのかな。うん。平和でいられる場所に、こう、だんだんなっていくの。もうそういう話し合いするのも、最初はバチバチやったとしても、どんどん、もう年を重ねるごとに、こう年数をね、経てば経つほど、こう何もやなくても分かっていくようなパートナーになっていく。本当に付き合いが長くなればなるほど、すごく穏やかな関係性になっていくし、本当に素晴らしい、こう、なんていうのかな。うん。穏やかな老後をね、過ごせるような関係性になっていくけども、ここもだんだんね、こう離れていくというか、二人がすごく幸せにいれば、なんか、こう、そういう煩わしさっていうのはだんだん離れていっちゃって、すごくこう、お互い苦労したけど、なんか二人が出会って、やっぱ人生良くなったよねっていう風に振り返られるような風になっていけると思うので、うん、C を選んでくれた方は、やっぱその、うん、いろんな縛りみたいなものはあると思うんだけれども、やっぱ話し合うこと、うん、として、その、譲り合うというかね、すり合わせすることを、自分が我慢するとか、我慢させるっていう感覚じゃないんだよね。なんだろうね。譲り合う、すり合わせっていうのは、相手を我慢させるとか、自分が我慢しなきゃいけないんだってことじゃなくって、相手が気持ちが楽になるんだとか、相手がそれで救われるんだっていう、やっぱ、こう、優しさ
善の心、事前のその感覚っていうものを自分の中で掴み取ることができたら、全然苦じゃなくなるんだよね。私ばっかり我慢してっていう感覚じゃなくなっていって、なんか、すごくいいことをしてるんだなっていうふうに、こう感覚がそうなっていく。思い込むとかじゃなくって。なんか、相手のすごく笑顔を見たりとか、喜んでる姿見てて、本当にやってよかったなって、言ってよかったなっていうふうに、だんだんそういう回数が増えていくと思うので、うん、その、苦しい状況を、やっぱその気持ち一つで全然変えていけると思うから、本当にもう障害ばっかで本当に一緒になって幸せになれるんだろうかっていうことよりも、うん、これを乗り越えたら二人は本当に絆がね、深まっていくんだって、雨降って地固まるって、ね、明けない夜はないよって、うん、そういうふうになんかこう思って、お互いにそういうふうに思っていけば、絶対にうまくいくね、お二人だと思うので、ちょっと参考にしてもらえればなというっていうふうに思います。ということで、Cのね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。